潜在で大きい何かを稼ぐなんて騙されてるしかないと思ったんですよ。単純に、わかります？これね、大きい話だったらもしかしたら納得できたかもしれないんだけど、たった1000円2000円のね、潜在の要はデモンストレーションを見せて、それを一個一個打ったところで何になるのみたいなね、そういう違和感もその中には入っていて、アムウェイかどうかはわからないけど、私のこの一番初めのイメージはよくわからないから気持ち悪いものになったんです。わかりますか？よくわからないから気持ち悪いものになったんです。だからちゃんと知っていて、あのどうとかじゃなくて、よく分かってないけれどもイメージ的に、気持ち悪いから悪いものっていう分類に自分の中で入れたんですよね、一旦。でその時に私一言ね、もう二度と言わんといてって言ったんですよ。でその時覚えてるんですけど、あのもう一人の友達はね、ちゃんと聞いてくれて、聞いてあげてました。私は、態度が悪く違う部屋に行ってソファにベーってなりながら、もうええで帰りやみたいなね、うん、もういらん空気を部屋いっぱいに出して断ったと思ったんです、私。でもしかしたらこの中にもね、断られたって思っている方も、そんな状態で断られたって思っている方もおられるかもしれないんですけど、この時点ではたったイメージですから、ちゃんとした情報を渡していないというのがまず1個、その時ね、自分が、入れた時の状況だったんですよね。ただここでお話ししてるということは、その状況からこう変わっていったんです。でそっからね、多分ね1年半ぐらいしてから、アムウェイのこのね説明っていうのを聞きに行く日が来るんです。でその間にもちろん私の、ライフスタイルっていうのかな、自分の中の考えることも変わっていったし、その間にお仕事を何しようかってすごく探していたんです。なぜかというとね、その待つことの将来を考えた時に、もうお別れしないといけないし、ここの仕事ではやっていけないっていうのだけは分かったから、自分の中ではね、次どうしようって本当に思ってたんです。で単純な話、飲食店だったから調理師の免許を取って、あとねデザインの学校にちょっと行きたかったので、デザインができるんだけ学校に行こうと思って、1年ぐらいその学校に通っている時間があるんですよ、その後に。そのお仕事辞めてからね、でどうしようかなって。で奈良でね、近鉄電車っていうのに乗って、奈良から大阪までテレフォンアポインターの仕事をしながら夜学校に行くっていう感じで働いてたんですけど、そのね電車の中約1時間あるんですよ。その時にタウンワークって分かります、うん、タウンワークとかなんか求人情報誌を、見てたんですよね、ずっと。何日に何が更新される、何曜日にどの求人情報誌が更新される、全部分かってました、その時で。端から端まで見たんです。で答えはどうだったかというとね、この中には自分の中で自分の力では月20万手取りを、もらえるようなお仕事にありつくのは難しいなって分かったんです、うん、もっと言ったら25万30万っていう、稼ぎができることは難しいなっていうのだけは分かったんです、その中を見てから。でたまにね、経営しませんかみたいなのが入っていたりするんですけど、それちょっとフェイクやなっていうのが分かったりね、なんか自分の中ではこの中にはないんやっていうのは分かったんです。で一方でね、雑誌見るじゃないですか、女性誌みたいな。でファッション雑誌見たら、ね、バッグの値段が、ね、持ってるバッグの値段が1万円じゃなくて10万円やったりとかね、着てる服が3000円じゃなくて3万円やったりして、えそのお給料でこれが買えるってどういうことみたいなね、うん、この雑誌ってどこ相手にしてんの、 OL？ え何何みたいな、みんなパパがいるの、何がいるの、どうなってるのみたいな、世の中のことを本当に疑問だらけで思ってた時期だったんです。でその頃に自分の中ではね、どうしようって本当に迷ってるわけで、学校には行ってるんだけど、その頃実家のね、家業が倒産仕掛けに向かっていくわけで、これ飲食店するにしても資金がいるでしょ、自分で何かをしようと思った時に資金がいるし、これお金を借りてリスクを負ってするっていうのはなかなかヘビーだなと思ったし、もちろん10年20年後を考えた時に、自分のそのお仕事がね、そのまあ喫茶店みたいなね、カフェみたいなのをオープンしても20年もつってどうなんかのとか、いろんな現実にぶち当たっていくんですよね、自分の中で考えれば考えるほど。で考えるのやめたってなったら楽なんですけど、考えるのやめたっていうところでまた同じことが起こってくるし、やめたってなった場合は、私の場合はね、お勤めして、会社員
OL で働いての生活しかできない、できないというか、そこしか見てはいけませんよって決まってる気がしたんです、うん、だからなんかそう自分で決めてしまう前に何か道はないかなって、そういう頭でずっと考えていた時にふとね、その洗剤をね、見せてくれた彼が紹介してくれた人脈っていうのがあったんですよね、私には。で、それはね、アムウェイで結果を出されているエメラルド DD ぐらいのタイトルを取っている方につないでもらってたんです。で、アムウェイはもう言わんといてって言ったんですけど、その彼はね、ずっとあのきっとためになるからとか思っていろいろ誘ってくれてたんです。で、人との出会いの場にね、私を連れて出してもらえるように、あの出してくれるようになってて、私はそこに行って人との出会いをね、その時にあのいただいてるわけです。で、悩んだ時にね、いや、これアムエってどうなってんのかなって、ふとその時にアムエっていうのが降ってくるんですよ。で、それまでやっぱりイベント遊びであったり、その中で関わっているから、その人に興味を持ったんですよね、自分から。で、自分から興味を持って、なんでこの人は満員電車の中の人のね、ちょっと廃炉してる、世の中終わってるやんみたいな顔してる人とは違うんやろっていうね、結構目が本当に魚の死んだ目してる人とか多いんですよ、近鉄電車の中って本当に。で、もうね、期待にあふれた車内ではないんです、うん、もう、はあ、今日もいかんなんかんのかっていうね、そんな空気に満ちあふれていて、もう新聞ももう人の顔にかかってようが、そんなことさえわからへんぐらい忙しくて心を失っていて、うん、横の人のことなんか気にしないようなことばっかりしてる人が多くて、まあ私もしてましたけど、化粧その中でしてたりとかね、全然その社内の中にキラキラした空気は全くないみたいなね、うん、でもその同じぐらいの年代のアムエで結果を出されている、紹介された方は生き生きしてるし、楽しそうやし、面白そうやなっていうのは分かったんです。で、その空気に興味を持ったのね。ここに来るときね、いろんなパターンの人がいると思うんですけど、私の場合は自分からアムウェイって一体何なんですかって聞きに行ったのが、私がこの2番目に行く経緯になるんです。でもここ行くとき誘われる人もいません？いや、絶対聞きに行こうって、イメージと違うからってね。今日もそういう方もたくさんいると思うんですけど、ぜひね、あの白紙に、自分の頭の中を一旦白紙にして、自分から学ぶ姿勢で聞かれたらものすごく分かりやすいと思うんです。私にもそんな日があってね、一体アムウェイって何なんですかって自分から聞きに行く日があるんです、うん、で、自分から聞きに行ってるので非常に話は分かりやすかったし、情報としてはきちんと捉えることができました。ただ連れてこられて聞いてる方っていうのは、いくらきちんとした情報を流していても意外とね、聞き入れてなかったりとか分かっていなかったりするので、今日ね、まあ、2時間ぐらいですかお話しするんですけど、あの自分事としてね、これは情報として、必要なのか必要じゃないのかっていうのを、あの白紙に戻して聞かれたらすごく分かりやすいと思うんです。で、私この時ね、まあ聞きに行くんですね。ちょっと水飲みますね。で、一体アムエって何なんですかと。で、なぜ聞きに行くことになったか、その前にもちょっと面白いことがあってね、私にアムエを伝えようとしてくれていた彼が頑張っててね、あの何かわからないけどアムエっていうのは頑張ってるっていうのは見てたらわかるし、品物があるから使ってあげたら喜ぶんじゃないかなぐらいの感覚でわかるじゃないですか。だから、いや、シャンプーとかいいねやったら使うでって言った日があったんです。そしたら私に伝えてくれたスポンサーの彼はね、え、使っていらんしって言われたの、いきなり。で、え、なんで使ってあげるでって言ってんのみたいなね、なんやねみたいなさ、なんかな、せっかくちょっと歩み寄ろうとしたのに、なんかね、こう向こうから突き放されてちょっとよくわかんないみたいになってて、で、その次の日にね、もう一個変なことが起こってね、その彼がゆりこれあげるわって持ってきたのが大きい、あ、すいません、初めての方ね、アムエというこのカタログには小ぶりなシャンプーとでかい方のシャンプーというのがありまして、小ぶりなシャンプーは多分 300cc ぐらいなんですけど、でかい方は1リットルぐらいあるようなでかいやつなんですよ。で、そのでかい方のね、シャンプーとでかい方のコンディショナーをプレゼントしてくれたので、そこにまだね、でかい方の、でかい方のボディーソープがあったの、その袋の中に。
で歯ブラシっていうのもねここの中にあるんですけど、初めての方は分かんないですけどね、4本入りなの歯ブラシって。で4本入りで1つあげたらよくない？試してほしいんだったら。あの、ね、4つとも入ってたわけ箱ごと。で歯磨き粉もちっちゃいやつとでかいやつがあるんです。でかいやつとか、え、業務用っていうぐらいでかいんですよ。そのでかい方が入ってたので、私このカタログを見たことはなかったんだけど、でかいっていうのだけは分かったわけで、頭の中にね、え、買ってあげるって言ってんのにくれた、わかります？え、何の仕事言ったやめってっていうね、そのハテナがつくわけです。自分が思ってるイメージと違う、自分が思ってるイメージと違うことに遭遇したときに、もしかしたら自分が思っているものではないんじゃないかというね、自分に対する少しの疑いみたいなものもその頃出てきていたんです。なので一体どうなってるのか本当に気になりだしたし、なんでみんながこんなにね、こうなんていうかな、ワクワクした顔をしていたりとか、何かねこう目指して達成するとかね、その言葉も違うかったし、なんだろうって思って聞きに行った話があってね、一体何なんですかって聞きに行った日があったんです。でその時に教えてもらった話がね、まずゆり人生のテーマを持って生きてるかって言われた。その方とは何回かねお茶をしたりして人間関係を作っていただいていたので、結構気軽に話をすることができて、より人生のテーマ持って生きてるかって言われたんです。私25歳になる本当数ヶ月前だったので、もうすぐ25歳になってどういう生き方したいかのテーマって言われたんですね。で皆さんありますか、人生のテーマって。初めての方なんか余計ないと思うんですけど、テーマなんて持って生きてる人少ないと思うんですよ、うん、でないですって言ったの、うん、で持った方がいいって言われたんですよね。その時テーマ持った方がいいって。で分かりました、俺のテーマはなみたいなのが始まってね、そこでで何やってくれるのかなと思ってワクワクしてたら、おもろいやって言ったんですよ。分かります？俺のテーマおもろいおもろいやって言われたからね、なんやみたいな、結構大層に言っといておもろいかよって思ったんですよ。ただあのこれ結構深くてね、正しいか正しくないかじゃなくてね、おもろいかおもろくないかっていうのは自分のテーマにして生きてるっておっしゃったんですよね。え、なかなか面白いしって思ったんです、その時。でもう一個言われたことがあったんですよ。ゆりさんって今、あ、すいません、今ねって25歳なんだけどみたいな、まあ、25歳やろって言われたんです。もうすぐね、で3年後5年後って考えてるって言われたんですよ。3年後はもちろん28歳です、うん、5年後は30歳ですよね、その頃の私にすれば。でこの頃どうなっているかって考えてるって言われたんです。ライフスタイルって言われたんです。でまず3年後5年後の自分のライフスタイルっていう言葉が自分の辞書にはありませんでした、うん、どんな仕事をしたいのって小さい時から聞かれていたし、幼稚園のね卒園アルバム見たら一番後ろに将来の夢って書いてる欄があってね、みんなねなんかチューリップみたいな中に夢書いてるんですけど、お花屋さん、ケーキ屋さん、看護婦さん、パイロット、消防士さん、そんなばっかりでした。全部職業やったんです、うん、そこにライフスタイルっていうね、どんな生き方をしたいかって書いてる人は一人もいません。ハワイに毎年行けるような結婚生活がしたいとかね書いてる人一人もいないんです。わかりますか？だからそんなことを聞かれて衝撃的やったんですよね、初め。えで考えた方がいいって言われたの。それ考えた方がいいって、考えてないならって。なぜかというとねって、ライフスタイルって何かわかります？なんか結構パンってねかっこいい言葉に聞こえますけど、まあ、ライフスタイルってどんな生活スタイルかみたいなもので、例えばねどんな家に住んでとか、それも別に1個じゃなくてもいいしね、家どんな車に乗ってみたいな。私奈良県出身なんで、奈良県で1人1台車 の地域なんですよ、うん、車がなかったら動けないみたいなね、うん、ぐらいの田舎なんで、だいたい車乗ってますよね。でもどんな車乗ってますかとかね、堀江の方に行くと自転車流行ってますよね。自転車屋さん行ったら自転車の桁がね、奈良ってだいたい1万円ですよ。でも堀江に行くと10万円ですよ。でもね、自転車かっこいい、自転車乗るライフスタイルがかっこいいと思ったらそうかもしれないし、服とかね好きな方とか多いと思うんですけど、どうやって服買いますか？お店屋さん行ってね、店
店員さんに見つからへんようにね、値札どこにあるか探してね、ちょろっと見てね、あ、ゼロ1個多いわと思って、私は別に今日は興味ありませんよみたいな顔して去るみたいなね、うん、じゃなくて、あ、いいなと思ったら、あ、これ1000円なんやみたいな、買おうみたいな、いいなと思った、これでも1万円やったら買おうみたいな、いいなと思った、これ10万円やったら買おうみたいなね、要は値段じゃなくて自分の感覚で生きれるライフスタイルって素敵やなと思ったりとか、なんか旅行好きっていう方も多いと思うんですけど、旅行も幅がありません？旅行、韓国なんか今めっちゃ安く行けるんですよね、なんかシュシュって行って帰れるみたいなね。でもなんかね、私この間初めてね、初めてハワイに行ったんですよ。うん、なぜ行ったかというと、みんなにハワイに行ったことないって言ったらめっちゃ笑われるからえ、なんでゆいちゃんハワイに行ったことないんですかみたいな、普通そこは行ってるでしょみたいなこと言われるから、あ、行っとこうと思って行ったんですけど、めっちゃいいとこだったんですよ、まあ、こんなことしてたら話がどんどん脱線していきますけど、めっちゃいいとこでね、んでそこもね、別に私今だったら、自分の時間、自分のお金っていうのを自分でコントロールできる人生になりましたから、あの、いつ帰ってもよかったんですよ。有給使って焼けて帰ったらね、嘘ついて休んでるから怒られるとかもなかったしみたいな、なんかね、そういうライフスタイル、どれぐらい、家族ね、何人子供産んでとかね、犬は何匹飼ってとかね、どんなところの、にお家を建ててとかね、うん、なんか、ホームパーティーは週末に1回はしたいなとかね、いろんなライフスタイルですよ、そういうことを考えやって言われたんです。で、私はアムウェイの説明を聞きに行ったと思ったのに、言われたことは3年後5年後の自分のライフスタイルは何ですかって聞かれるわけです。で、ないから考えたことが、考えやななって思いました、その時で。これなって、28歳の時にこうなりたいっていうライフスタイルがあるやろって、うん、で30歳の時にもこうなりたいっていうライフスタイルがあるやろうって、今ある手段で努力をしたらここにつながってんねやったら、このまま頑張っていったらええやんって言われたんです、その時ね。だけどこれを考えた時に、今のままの手段だったらここにたどり着かへんなみたいな、うん、足りひんなって思った時に、アメっていうのはそれを可能にする手段になるでって言われたんです。アメはあなたの人生を作る手段だよって言われたんですね、その時に。で、その日はそれで帰らされたんです。私アメの説明聞きに行ってるのにそれで終わったの、うん、じゃあみたいなね。で、私は結構衝撃で、というかめっちゃいいことを教えてもらったって感じだったんです。わかります？うわ、めっちゃいいこと聞いたみたいな、なんかラッキーみたいな、これどうしようみたいな、どう考えようって思ったぐらい、この質問って私の人生を変える第2のターニングポイントなんですよね。第1はマツコですけど、第2はこの話なんです。で、いや、これ結構深いなと思ったし、なんで学校の先生これ教えてくれへんかってんやろと思ったんです、まず。で、そこから私はね、自分の人生のテーマは何なのかとか、自分のライフスタイルって何なのかなっていう頭がまず開きました。で、もう一つ分かったことがあったんです。私はね、この後、この帰り道にアメっていうものを自分に取り入れるよって、実はその時に気づいてしまったタイプなんです。なぜかというと、こんな考え方をしている大人に会ったことがない。で、こんな考え方をしている大人の近くにいたら、私の人生は絶対に、なんか、うん、ハッピーに生きれるというか、絶対に良くなるに違いないとだけは分かったんです。うん、だから、あ、よくわからないけど、この人がやっている手段のアムウェイだったら取り入れようと思って、あの、帰り際に絶対もうアムウェイやろうって決めてるんですよね、実は私の場合ね。うん、なんだけど、あの、かなり感覚的なので、これだけじゃわからない人も多いと思うんですけど、私はそれを決めてから、じゃあアムウェイって何なのかっていう説明をもう一回、興味があるなら聞きにおいでって言われたんで、それで言ってるんです。わかります？だから行った時はね、うん、スポーツで言ったらもうテニスめっちゃ面白そうやからやろうみたいな、うん、決めてから行ってルールを聞いたみたいな、あ、なるほど、そういうことかって感じ。うん、だからね、イメージ的にはそれはね、なんかネズミコナンちゃうって書かれているサイトなんかたくさんあるし、なんか友達にも人を利用してとか、なんかいろいろ言われたりね、なんか友達なくすぞとかね、勧誘しなあかんとか、なんかいろいろ言われるけど、なんかそういうのが全部吹っ飛んだんですよ。う
うん、しかもその人見たらそんなことされてないし、私製品買うって言ったら断られたし、なんかそういう仕事ではないんだなみたいな。だけど一体 何なのかなっていうのだけを知りたくて、この説明を聞いたんですよね、はい、っていうのが、私の至るこの2つ目で、この3つ目はね、どう取り入れるっていうのはその後少し、情報を取り入れに行ってから、になるんですけど、どれくらいかな、マーケティングプランを10回ぐらい聞いて、アメっていう、手段を取り入れてる人たちを何人も見て、うん、あ、なぜこの悪い噂じゃないけど良くないイメージが広がっていくのかもなんとなく分かってきたし、なぜこれが、みんなの人生を変えていくよって言われているのかっていうのも分かってきたので、自分はどういうふうに取り入れようかなっていうのが自分の中で決めれる日があったんです、うん、そこから、本気でチャレンジしてね、今に至るって感じなんです、はい、じゃあ私がね、2回目にアーメイの説明を聞きに行った時に、していただいた説明を今からしますね、はい、でアメイってね、日用品のメーカーなんです。アメイという会社は、ね、アメリカンウェイっていうね、自由への道みたいな、なんかね、そんな感じ、アメリカンウェイの略なんですけど、アメイってこのカタログからできてるんですね。このカタログの通信販売をしている会社なんです。で、出来上がったのはね、1959年に出来上がりまして、アメリカのミシガン州エイダっていうところで、リッチ・デボスっていう人とジェイ・バーン・アンデルってこの2人のね、外国人が作ったわけです。うん、アメリカの方ですけど、作ったわけですね。外国の方と日本の方って全然違うくないですか、感覚違くないですか。なんかリアクションも大きいし、なんかこうちょっと日本人とは違う、なんかこう、はいって言ったらハグされたらドキッてしません、こっちは。なんか私のね、いとこは、オーストラリアの人と結婚するんですけど、